パーフェクト、完璧なものであるっていうのが神様から人へ教えられる教義です。聖書は変わることがない神様の言葉です。しかし教会は尊重されるべきです。クリスチャンというか、クリスチャンというより私たちはイエス・キリストを信じる者として、自分が属する、自分が所属している教会の習慣をヘスペクタ、尊重する必要はもちろんあります。なぜなら私たちには霊的なリーダーシップがあって、牧師者がいて、その方に従って歩んでいくというところで尊重する必要がある。しかしそのやり方に同意できないの時があるかもしれませんが、その人のことを迫害、嫌になって文句を言ったりするんじゃなく、私たちの心にキリストの心がなければならない。それは主に仕えると同じように、その牧者やリーダーに従っていくのも、聖書に書いてある通りにあらゆる権威は神によって与えられた。なので私たちはそれに従事していく心が必要である。それはイエス・キリストの心であるということを覚えることも必要かと思います。神様の言葉ははっきりしています。はっきりしています。あなたの指導者に従ってこの人たちのために祈っていくということも必要になります。その祈りは、この人のリーダーや牧師のために祈るということが、そのことを神様は祝福してくださると思います。聖書を見ましょう。ヘブル人の手紙の13章の17節を読みたいと思います。ヘブル人への13章の17節には、あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているんです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないとあなた方の益にならないからですと聖書は教えてくれています。教会を尊重する、そのリーダーを尊重するの次に言いたいのをお話したいのは、隣人、隣人を尊重するということです。多くのクリスチャンは育ち方や、そしてその教会の中で歩んできた道のりというものは皆さんが違います。皆さんも同じではありません。なのでそのことを理解して、隣人、隣人を尊重する必要がもちろんあります。やり方や行いの、そのやり方に対して、自分がこうだからあなたもこうしなさいというふうに強制することはよくありません。隣人を愛する、自分のことのように愛するからゆえにやるかもしれませんが、それを強制的にやるのはよくないことです。教会のやり方に従わなければいけないという考え方は価値があるのかもしれません。しかし多くの、たくさんの人は教会のやり方を超えて、自分たちの考えでこういうふうにしなければやられませんよというふうに教える方もいらっしゃいます。しかし私たちは隣人を愛し、尊重するヘスペイターなので、強制ではなく、それぞれが歩んできた経験のことを思って、それぞれが呼ばれたように私たちは歩んでいくべきではないでしょう。私はこういうふうにやってきたから自分はやってきます、それを伝えてこうではないかという疑問を持ってお話しするのはいいかもしれませんが、あなたはこういうふうにしなければならないというべきものではないと思います。自分がこうやってきたから正解だからあなたは違うというふうになりがちなところはもちろんありますが、その方たちのやりかけで育ってきたことを私たちは権威を持つ必要がある。私たちのそのサンチフィカは、成果というものは人間が
教えられたことに服従することによってなんではなく、神様の言葉に従うことによって私たちは清くさせられていくことができます。そして私たちが神様のことを求めて神様に従うことによって御霊の実、フルーツスピリットサント、その御霊の実がもらい受けられていくことができる。それがなくなってしまうときには私たちは注意が必要になります。なので神様から人やもちろん聖書がありますが、隣人を愛するというときに自分のやり方を強制するというところには御霊の実があるのでどうあるか私たちは考えなければいけません。御霊の実はガラテヤの5章の22節と23節にあるように、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。柔和、柔らかい心。私たちはそれを強制するのではなく、私たちは共に歩んでいく、権威を持っていくということが必要だと思います。私たちはその道徳の中で神様の言葉が否定していないことを私たちはダメだ、罪だということはできないではないでしょうか。神様の言葉は正しいので、ね、それに沿っているならば私たちはそれを言う罪だということはできません。なぜなら神様の言葉が大事なんです。服装的な問題がもちろんあります、私たちには節度や常識、謙虚さ、無謬心、謙虚さや尊敬する心や恐れというものが必要であり、それは神様が私たちに教えてくださっていることであり、私たちがイエス・キリストと歩むならばそれが必要だというところの中で、私たちは服装を持ったりとかで官能的であってはいけません。それは、ユダの手紙の1章の18と19です。ユダの1章の18と19節にあります。そこには、彼らはあなた方にこう言いました、終わりの時には自分の不経験な欲望のままに振る舞うあざける者どもが現れる。この人たちは御霊を持たず分裂を起こし生まれつきのままの人間ですとあります。私たちは教会に来るとき、もちろん道のこの日々の生活の中でどんな服を着ているかということに対して注意する必要がもちろんあります。ある服装によっては他の人の罪を招き、他の人を地獄に送ってしまうかのような時があるかもしれません。私たちは服を脱いだりとかするんではなく、自分の体を社会にさらけ出すんではなく、私たちは証人としてクリスチャンとしてイエス・キリストを福音の良い知らせを伝えるものとして、私たちは模範となる必要がある。もちろん完璧ではない、間違いもあります。でもそれをする努力が必要なのではないでしょうか。なので聖書を言いました。ヘブライの12章の1節、ヘブライの手紙の12章の1節には、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているんですから、私たちも一切の重りとまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている強制のと忍耐を断ち切る予定ではありませんかとあります。雲のように私たちを取り巻いているんですから、私たちもというふうになっていますので、私たちの中にその証人としてなっていく必要があります。なので他人の欲を生み出すようなタイトな服やその短い服などには注意する必要があります。もちろん聖書にはそのような罪はよろしくないためだということを教えてくれています。ある教会では本当に短いスカートや短いところで行くようなところもありますが、それが正本当に正しいのか
私たちは聖書を持って見比べて正しいことなのかという判断する必要があるかと思います。もちろん私の教団には教師に対してですが、信徒さんに対してではなく教師に対してですが、私にはどういう行動をすべきかということをちゃんと教えられています。それはまず言っているのは、その教え、ドクリナは